社長お疲れ様です。今日は南区民文化センターにやってきたんですけども、今日はねこちらですよ、噂のね僕とのあの差し飲みでも語ってたこのなんて読むんだろう、僕読めんのでちょっと詳しい人にちょっと聞いてみたいと思います。はい、ちょっといいですか。ダン看板読めない感じなかったですね。平安女子です。すいません、すいません。恋のモーニングルーティーンということでいよいよ上映になりました。本当にありがとうございます。おめでとうございます。言ってたじゃないですか、ちょっと僕寝るんすよねみたいな。そうなんですよね。こんな僕でもね、うん、見たい映画かもよ途中から誰か竹永を呼べ、あのこうまぶたに描いてるこうどんぐらいあるんですかこれ。80分です。頑張れそうですか。25分ぐらいならあのすいません、今大学の講義って何分ですか。90分ですよね。いけますね。じゃあ、うんうん、なんか登壇されるんですか。はい、舞台挨拶をね最初と最後の方にさせていただこうと思ってます。今から始まりますね。はい、ちょっとね楽しみだねこれね。はい、ありがとうございます。お願いします。恒例じゃないですか、グッズ購入。確かにこれはですね、平安女子恋のモーニングルーティーンですね。今日のDVD と、あ、もうすでに DVD がある。はい、そうです、まあ、これは2019年ぐらいに出した1000枚作って300枚ぐらいしか売れてないあの恐怖の CD そしてこちらがエンディングテーマを歌ってくださったアフターグローのお二人のですね、その曲エンディングソングが入っている CD となっております。社長どうしますか。ゼロでねえなんで聞いたいいけどね別にちょっと擦り切れるまで見るんだよそうですか、いいですか本当にありがとうございます。いや DVD お買い上げということで、ありがとうございます。嫌がってるもん、最後終わってた今の何枚さ、2ずつあ、いいんですかそんなありがとうございますなんだよ、なんか言ってよありがとうございます。はい、どうぞどうぞ。自由。Let's go。 これ、高所恐怖症なんだステージのアプローチから、こういう案件が入ってスタートした。お客さんの入りによって、あの人が多いから音量変わるんですよ、次のアタックは。それを調整する。それ合わせてもちょっと終わりですよ、ね、ちょっと触りたくなるんですよね。なんでかなって、僕は触るの。これおもちゃじゃないですか。すごいですね、うん。跳ね返り SP 下手って書いてある。え？本当だ。下手下手ってないですよ。すげえ。すごいですね。そのマイクの音と映像の音を出すのにどうしても差し替えたんですよ。へえ、差し替えた。すげえ。皆さんよく来てくださいまして本当にありがとうございます。ぜひぜひ最後まで楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。平役の森光介です、はい、ご存知の方も、初めての方もよろしくお願いいたします。広島で役者やってます。この映画出演にあたっては、はい、もう幸さんが、はい、もう前からずっと声をかけてくださって、そうですね、非常にありがたいことで数ヶ月間場所をねお貸しくださった、あの昇光寺のあの住職様が今日見に来てくださっております。昇光寺の住職の桜井光司と申します。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にお世話になりました。ちょっとどうでしたか。そうですね、あの結構ね撮りづらいかなと思ったんですけど、いや本当にもう場所をねよく見てくださってあの、撮ってくださったなと思って改めて思いました。ありがとうございます。なんかあんなちょっとふざけた映画でごめんなさい。あ、いやいやいや大変だったエピソード。大変だったことはありすぎて、
これだけご協力いただいたので、セットに関しては本当に助かったんですよね。あれだけのセットを組むのにすごい大変だったので、それもありましたし、まあ、時代背景がね、だからその現代っぽいバレ物がないようになるべく、ね、気をつけなくちゃいけないっていうところと、あとはちょっと新谷社長、新谷社長、はい、ちょっと、まあね、なんせ私今回の作品がですね、初監督、初主演、初脚本ということで、もう新谷さんとほんまにめちゃくちゃ揉めまして、途中もうほんま、もう私が男やったらもうマジワンパンで沈めてたなぐらいほんまにもう大喧嘩になることもありましたね、ほんまにでもいい意味での戦いになりました。どっちも私もそうですし、新谷さんもなんとか私がイメージしているものをこう具現化してあげようっていう思いでいらっしゃって、なんていうんですか、こう私もこう作りたいものを表現してるんだけど、やっぱり専門的な用語がちょっと伝わらなくて、私がもうええわもう無理やとかって言っても、もう諦めずにちょっともう一回説明してほしいとか言ってくださって、完成したなと思います。ほんまにだからもう一番大変やっちゃうかなと思います。私よりどうでした？そう、確かに今回撮影監督で入らせてもらったの、やっぱりこう才能がすごいんですよ本当に。才能と恥ずかしめとってあまり苦労がすごいから、それをどう具現化するかっていう部分で、やっぱり僕はなんていうかな、映像上こうでしょっていうか伝わらないけど、彼女の中であるものをどう作ろうかっていうのを悩んで、もうダメ押しで、じゃあこれも撮ってみよう、これも撮ってみようで、結局総カット数でいうと約800から900カット撮ってるんですね。あ、そんなに言ってます？で、それがあったからこそすごくいいものができたんじゃないかなとは。はい、そうですね、思っております。はい、本当にね、一つの作品を作るのにどれぐらいの方がね後ろで本当に携わってるのかっていうのも身に染みて分かりましたし、自分がこうね普段表でやらせてもらってる分、裏側には本当にたくさんの方のお手伝いがあり力添えがあるっていうことをほんまに身に染みましたので、今後はそれを生かしていきたいなと思います。でこれからもどんどん頑張っていきたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。